どうも皆さん、マーシーです。というわけでマーシーがお送りしますバンドリー、突然なんですけど、自分能力系の漫画やアニメがすごい大好きなんですよ。でガルパのキャラクターで、あの能力があれば最強なんじゃないかなって思うキャラクターが何人かいるんですよね。で今回はそのキャラクターとぴったりな能力を紹介していこうと思います。まずは湊ゆきなさんですね。ゆきなさんはね、歌うということに曲ぶりしているので、それ以外をカバーする必要性がありますよね。そんなゆきなさんにぴったりな能力はこちら。時間を止める能力。自分以外の時間をすべて停止させる能力。また任意で対象の時間停止も解除できる。解除されるまで相手は何をされようとも気づくことはない。まさに最強の能力。この能力があれば、誰にも気にせず猫ちゃんをもふれちゃう。続いては丸山あやちゃんですね。あやちゃんはアイドルとして毎日努力を欠かしません。ただよくとちっちゃうのがたまに傷かなというキャラクターでございますが、そんな丸山あやちゃんにぴったりな能力がこちら。時間を巻き戻す能力。指定の時間まで巻き戻すことができる。過去に戻ったとしても記憶はそのまま。過去に戻れば今まで受けたダメージもなかったことに、歴史をも変えることのできる最強の力。この力があれば、仮にとちってもやり直せちゃう。続いてはうちの鶴巻心でございますね。ただ正直、心はもうすでに最強のキャラクターなんですよ。ただそんな鬼に金棒となるような能力があります。それがこちら。想像を具現化する。自分の想像したことまたは物が具現化する。仮に相手を倒したいと想像すれば倒すことも可能。世界そのものを変える、または消すこともできるほどの恐ろしい力。この能力があれば、世界を笑顔にを具現化して、なんだかんだ世界が平和になっちゃう。続いては倉田真白ちゃんですね。真白ちゃんは独自の想像力がある非常に魅力的なキャラクターですが、ちょっと後ろ向きな性格でもあります。そんな真白ちゃんにぴったりな能力はこちら。未来予測。最長で数十年、これから先の未来で起こりうることを見ることができる能力。また未来は変えることができるため、自分がどう行動するか考えた後に予測すれば、どのような結果が起こるのかを見れる。世界を自分の思うように操ることも可能な恐ろしい力。この能力があれば、初対面の人にベストな話しかけ方が調べられる。そしてうちの羽沢つぐみでございますね。やっぱりつぐみちゃんはね、運営から大いなる普通といじられていますが、いざという時の行動力や決断力はすごいですから。そんなつぐみちゃんにぴったりな能力はこちら。すべての能力を無効。触れたものの能力をすべて無効化する能力。能力世界では大活躍する最強の力となる。この力があれば、ガルパは能力世界じゃないので多分使うことはないです。